向けは。よし、それじゃあオリビア、はい、ピーチ城のあったところに急ごう。やばい、オリビア、紙ペラがない。ないんか。紙ペラが全然ない。なんでさっきジャンプしたの？ボタンを間違えただけだ。ボタンって何よ。本当に紙ペラがないんだ。確かに。どうした？よし、これでいいか。緑色になってるか。何個か取り逃してるぞ。ああ、分かった、取っといた。よし、行こう。うっ、何これ、何これも何も何も、木だけだった。特に何もない。あ、キノピオ、こんなところにぶっ刺さってる。大丈夫か。あら、マリオさん、草に何か刺さってますわ。キノピオだよ。あれはキノピオって言うんだ。あのお顔、なんだか気味悪いですわ。どこの誰かかしら。気味悪い、キミピオじゃないぞ。キノピオだぞ。気味が悪いですわ。キノピオです。だから言ったろ、キノピオだって。オリビア、え、あなたがキノピオさん？そうだぞ。なんだか思ってのと違いますわ。まるでおられたみたいな顔ですし。確かに。おられているんですよ。助けてください。助けてほしいのか。遊んでるように見えたぞ。遊んでるなんて失礼な、マリオさん。大丈夫か？行くぞ。マリオハンマー。マジで？やってんの？マリオハンマー。大丈夫か、キノピオ？あ、出られました。よかった。あとはこのおられた体をどうにか戻していただけると助かります。どうにかって。ハンマーで切った先。俺ができるのはジャンプと。戻してください。ハンマーか何かありませんか。あ、ハンマーならあるぞ。ほら、どうだ、これでどうだ。いい感じ、あと少し。これでいいのか。ありがとうございます。助かりました。クッパはめちゃめちゃ怒ってたけどな、撃ったら。キノピオさん、あんなにおられちゃって一体どうしたの？どうしたんだ、キノピオ。そうなんです。大変なんです。折り紙の奴らがやってきて。折り紙の奴？キノピオというキノピオを折ったり畳んだり丸めたり片っ端からめちゃくちゃに。なんてこった。まるでキノピオを目の敵にしてるみたい。キノピオいじめです。確かにキノピオいじめだな、それは。ひどいすぎる。ちょっとひどいな。キノピオいじめって何？キノピオに人間を、キノピオに自由。ちょっと自由しすぎてたからじゃないか、もしかしたら。キノピオ。キノピオいつも、むしろ、うわーって言ってピーチ姫にうるさいですよとか言われてたよ。そのせいじゃないか。逃げてた。折り紙兵がキノピオさんをいじめてる。きっと兄上の仕業ですわ。確かにそうだな。そうなるとオリーさんだな。マリオさん、ひどいことをされているキノピオさんを見つけたら助けてあげます。もちろんキノピオは助けていくよ。あ、キノピオ。そうです、キノピオを助けるととってもいいことがありますよ。いいことは大好きだ。バトル中にワインの長押しで助けたキノピオたちが応援に駆けつけます。それはいい。応援は仲間が多いほどよりいいことが起きるので、どんどん助けてくださいね。おし、助けるぞ。よりいいことが起きるからね。やったな、応援してくれるんだって。あ、応援はもちろんコインがかかります。金か、この世は結局金か。金なんだな。まあコインだけどね。コインと金違うんだよ。ちゃっかりしてやがるぜ。コイン、キノピオさんって意外とちゃっかりしてますわ、ね、あ、ごめん、ちゃっかりが被ってたね、ごめん。一緒のこと言ってる。でもバトルで応援してもらえるなんてとっても心強いでしょ。確かにね、一人で戦ってるよりみんなで戦った方が。私もいるけど。心強いぜ。私もいるけどな、オリビア。私もいるけど。分かってるよ。キノピオさんをいっぱい助けてじゃんじゃん応援してもらいましょう。そうだな、よし、早速先に進もう。このテントだけ開いてませんよ。なんだあのテント。こんなテント初めて見た。ここはこれだな、うん、開けてみるぞ。お、キノピオ大丈夫か。あ、これはオリビアハンマーだな。助けて。あ、ちょっと待ってくれ。よし、これでどうだ。助かりました。寝込みを襲うなんてルール違反じゃありません。それはルール違反だ。正々堂々としてない。今度から鍵でもつけようかな。最新のテントにするんだな。こんなテントじゃ鍵はつけれないぞ。よし、オリビアどんどん探していこう。あそこ、あそこも閉まってますよね。どこだ、このテントもいるのか、もしかして。開けてみるぞ。ここの中にはいないみたいだな。よし、どこだ。オリビア、クリボーがいる。倒した方が良さそうですわ。確かに、その木を叩いてみてどうなる。あ、せっかく流れてたいい音楽がなくなっちゃったよ。わお、わお、ちょっと虚しいな。ゲー、すごい良かったのにね、あの音楽。あの音楽良かったのに落ちちゃったじゃないか。やばい、クリボーがいる。来るぞ、クリボー来た。よし、あ、失敗した。あ
のガイドを出すなよ。弱い敵だ。よし、クリボーならいけるだろ。キノピオ周りにいますわよ。よし、オリビア。はい。ぼーっと見ててもつまんねえだろ。なんですか。たまにはコントローラー握ってバトルしてみなよ。はいはい。頼んだぞ。てい。よし、倒した。ブーツで踏んづけちゃいます。ナイスだオリビア。行くぞオリビア。マリオのアクションアタック、アタックだ。よし、グッジョーブ、やったなオリビア。この音楽どうします？これはちょっと寂しくなったな。叩いてみてくださいよ。叩いたけど何もなんないんだ。えー、あそこにセミがいるぞ。おい、おい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 、セミ取り。キノピオ、ブランコを取られました。なんてクリボーだ。今なら遊べる。よかったな。あ、ごめん。さあ、どんどん探していこう。よし、ここをハリボテだね。直そう。確かに。紙っぺらどんだけいるんだ。わーお、コインだらけん。さあ、上に登って、はいよ、またコイン。やりました。よし、橋行きましょう。行こう。ドレミファソラシド、どうもどうもどうも。なんだ今の橋。すいません、誰か喋ってるの？どしだそう。なんかいるの？この橋が、あ、橋が喋ってたのか。いやいや、どうもどうも。じゃあキノピオは関係ないんだね。どしだそう、ファミレド、どうもどうもどうも。どっちから行ってもどうもなんだね。最後はどうも。あ、どうもどうも。最後はどうも。あ、なにこのベンチ。オリビア、気持ちいい。ちょっと行って。はい、ちょっと。ああ、そうだな、ちょっと疲れたな。いや、まだ始まったばっかりなんだけど。わお。あ、マリオさんも元気になりました。よかった。元気ギンギンだぜ。折り紙編もいっぱいだし、私もマリオさんだけが頼りですわ。そうだな、二人でなんとかしよう。またどこかでベンチを見かけたらいっぱい回復してくださいね。よし、ベンチはとにかく座りまくろう。ベンチを見つけたら座る。それ習慣に。習慣です。さあ、ここは濃いんだね。うわ、何あれ。あ、ちょ、やべ。下敷きにされてますわよ、キノピオ。キノピオが下敷きにされてる。あの上にクリボーがいる。上から叩く。叩き成功。さあ、頑張れオリビア。よし、じゃあやる。めっちゃ回る。よし、行くぞ。頑張ったね。リングがめっちゃ回ったぞ。オッケー、整列成功、攻撃力アップ。いくぜ、マリオのブーツで。はいよ、踏んづけちゃいます。いくぜ、ぴったり、エクセレント、完璧。マリオのアクション、ゴーゴーゴー、エクセレントアタック。そこだ、やったぜ。キノピオがね、増えてる。ほんとだ、少しずつね。かわいそうな。よし、このキノピオを助けてあげよう。引っ張るぞキノピオ。大丈夫か。私の席は切り株の下じゃなくて上です。確かに、お前が椅子になってる。ここで食べていいの？叩いてみる。いただきます。叩いちゃったよ。おーい、折り紙に食べられなくてよかったです。確かに俺が叩いたけど。いや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 、キノピオだらけだな。キノピオがいっぱいいるな。もう物、物というものはキノピオですね。ほとんどキノピオなのか。おお、あ、やばい。ちょっと待ってください。クリボ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 、もういいでしょ、クリボ。ぶち刺さってる。大丈夫かキノピオ。引っ張りと思ったらまさかの叩き。いや、さすがマリオさん。いやね、やっぱそうでしょ、叩くでしょ。で、なんかブルブルしてるよ。折り紙怖い。あ、そういうことか。あそこに折り紙いますから。あ、ダメだ、やっぱこれ倒そう。倒すぞ。キノピオさん、助けましょう。よし、行くぞ。エリアを安全にしよう。えいよ、やったか。よし、行くぜ。やってる最中だ。やっちゃえ。一発。遅い。ずれた。でも倒したよ。グッチャー。さすがマリオさん。ありがとう。やった。どう？これエリアが。安全になりました。ああ、よかった。あれ、音楽が。違いますわ、ここにありました。そっちね。じゃあ、あっち行ったらどうなるんですか。あ、キノハッピーはぶち刺さってる。かわいそうだ。引っ張る引っ張る。よいしょ、大丈夫。キャンプに来ただけなのに斧にされちゃうなんて。おーのー、しゃれてんね。折り目がつきっぱなしですわ。あ、かわいそうだね。キャンプ初心者なんで火のつけ方がわかりません。
マリュウさん、火を持ってませんか？火だって。いつの日か燃やされたい薪だもの。喋ってるこの木。いつの日か燃やされたい薪だもの。あ、セミがいる。もしかして。よし、ここの木のピューだな、これも。よかった。短い一生を投げていましたが、元に戻れて安心です。よかったな、キノピオ。あ、ごめん。やめてよ。よし、行こう。困ってる。あ、この後ろ行けそうだよ。ほら、キノピオ。喋る友達が誰もいなくて寂しかったです。よかったな、キノピオいっぱいいるぞ。マリオさんはお友達から X でヒントを聞けるんですね。羨ましいです。オリビアのことだな。でも一緒のことしか言えないんだよ、オリビア。一条などどころ、急げ急げ。よし、行こう。これでこれ叩いたらまずボーンってなるかな。これ、うん、音楽なくなっちゃうよ。なくなっちゃう。あー、悲しいよ。なくなっちゃった。寂しいよ。あー、キノピオ引っ張るぞ。くちゃくちゃ。大丈夫か、キノピオ。ありがとうございます。しっかり折り目がついちゃって戻れません。大変だこれ。なんかびっくり。これなんか怪しいな。確かにオリビア。確かに。おお。はてなブロック。あれ、キノピオさんが戻りました。キノピオ元に戻ったよ。地面の色違い、隠しブロックだったんですね。驚いて髪の折れ目が戻っちゃいました。すげえ、そんなことあんの。あっちなんか行けそうなんだけどね。ここ、これか。直そう。すごいな、髪っぺらがどんだけいるんだこれ。上から行くんだな。音楽、待って待って、音楽戻らないんでしょうか。コイン消えた、嫌だし。確かに。これは何、これ、これは何、戻るだけ。キノピオいないんだ。ねえねえ、あそこ家の中行ってみよう。家の中行きます。おお、ここに住んでるキノピオはどこか遠くに出かけてしばらく帰らないみたいだよ。どこに行ったんでしょうね。じゃあ後で来たらキノピオいるってことじゃ。わお、わお。もしかしたら後で来たら戻ってるかもしれませんわね。戻してくれるんじゃないか、キノピオさん。キノピオがね。さすがにさ、寂しい。寂しいね、音楽なくなっちゃったよ。ごめんね、キノピオ。テレ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 。楽しい音楽が。うわ、なにこれ。入り口だったの？なんていうのここ。キノピオズバーベキューガーデン、薪に天然木 100% 使用。ここバーベキューの広場だったんだ。ああ。なんてこった。音楽を消してしまったよ。かわいそう。かわいそう。あれ、なにこれ。これはなに？キノピオタウンだ。キノピオタウンに行ってみよう。はい、ビーチ城の前だよね。ここですか、ここですか、キノピオタウン。まだだな。とにかくここを直そう。紙ペラいるんじゃない。よし、とにかくキノピオタウンに行くしかない。その前に紙ペラはいっぱいだ。クリボーがバーベキューしてるぞ。オリビア、どうしたらいい。ん、待ってください、あのクリボー。クリボーがクリボーを見てる。ペラペラのクリボーですわよ。助けてあげよう。そっと行って。ペラペラ発見。来た、クリボー来た。ペラペラ捕まえろ。こうなりゃウェーブバトルだ。クリボーいっぱい。あら、またクリボーさんなんてちょろいですわね。ちょろいぜクリボーはね。さっさと一列に整列しちゃってジャンプ攻撃しちゃいましょう。オッケー、待ってました、頑張って。あれ、マリオさん、何かおかしいです。何が。これリンゴいくら回してもはぐれたクリボーが一列に、ね、揃わなくないですか。回すと確かに無理だな。うん、私の目が回ってきちゃった。どうしましょう。どうするよ。何かリング回転とは別のやり方があったような、なかったような。思い出してくれ、オリビア。オリビア。なかったようでありましたわ。それはスライドですわ。スライド。リングを回すんじゃなく、列を縦にスライドさせちゃう。大胆な技ですわ。大胆だな、それは。まず LR を押してリング操作をスライドに切り替えます。了解。こうだね。はい、切り替え完了。動かすところがリングから縦一列に変わりました。これがスライドモードですわ。なるほど、スライドモードというものがあるのだね。そしたら L で動かす列を選んで A で決定です。わかった、選んで OK。 それではいよいよスライドさせちゃいましょう。スライドさせるぞ。クリボーが一列に並ぶように L で上下にスライドさせて A で決定ですわ。了解、こうだね、こっちか、反対だね。どっちでもいいですよ。よし、OK。整列成功、攻撃力アップ、揃えましたわ。ナイススライドです。ナイススライド。あとはいつものように攻撃しちゃいましょう。任せてくれ。ファイアフラワー、ハンマー来る。そりゃジャンプだろ。行くぞ。そこだ、エクセレントアタック。やったぜ、ラストウェーブ。
簡単だね、スライドさせれば。マリオさん、ラストウェーブもまだまだリング回転じゃダメっぽいです。了解だ。ここもさっき覚えたスライドで整列させたらいいのかも。よし、スライドだぜ。これで OK。 整列成功、攻撃力アップ。よし、いくぞ、マリオのブーツで一網打尽。エクセレント、エクセレント、エクセレント、ぶっ潰せ。やったか。よし、やったぜ。そこだ。よし、グッチョ。いいね。キノピオさんもどんどん増えていきそうですよね。よし、クリボー倒したぞ。大丈夫か、クリボー。めっちゃおったん。助かった。あいつら俺たちを捕まえてどこかへさらおうとしたんだ。一条にさらおうとしたんじゃないでしょうか。あれ本当に来るわ。なんかやたらとカクカクだったな。だから折り紙兵ですよ。マリオに助けてもらうなんてクッパ軍団としてはちょっと情けないけど。まあまあそう言うな。同じペラペラ同士、これからは何かあったらお互い助け合っていこうな。ここのクリボー優しいね。優しい。おいみんな、カクガクがいたら危ないからみんなまとまって帰ろうぜ。まるまるはまとまってる。ドドドドド。兄上はペラペラの人を捕まえてたくさんの折り紙兵を作り出しているみたいですわ。大変だな、本当に。このままじゃあちこち折り紙兵だらけになっちゃいそう。確かにこのままじゃダメだ。とにかく急いでピーチ城の後に行こう。よし、進むぞ。紙ペラはいっぱいあるな。お、見えてきたぞ、オリビア。あれがキノピオタウンだ。なんかでっかい、あ、クリボ、でっかいクリボがいる。やばい、あれやばいな、あれ。ああ直してから行かないと。しまった。押していきましたよ。大丈夫。危ねえじゃねえ、もうアウトだ。危ねえじゃなくてアウトです。よし、コインはいっぱいなってきた。あ、そこなんか行けそうです。これ行けないわ。行けないか。これ何これ。ああ、よかった、来た。あった。なかったらどうやって行くの。さあ、直したぞ。さあ、行こう。キノピオタウンだ。あ、よく開いてる。入り口もボロボロだな。紙っぺらがいくらあっても足んねや。いや足りるけど。足りますよ。木いっぱい叩きまくったら。こっちにはキノピオがいるのか。あれ、これはなんだ、ハテナブロック。やった、紙っぺら助かる。いっぱい直せるね。いるからね。キノピオタウンが。ここはルイジと来た場所じゃないか。あら、誰もいないみたい。だね。マリオさん、あそこにもスカスカが。なんかベンチの形してますわ。もしかして兄上はすでにこの町でも悪さを。もう最初に来た時から人はいなかった。あれ、誰もいないはずなのに誰かいます。確かに。なんか食ってるよ。何あれ、あの大きな生き物、紙でできたハリボテみたいに。ハリボテ。お家に入れなくて困ってるのかしら。そうか、じゃあちょっと確認しに行こうか。助けに行く。いや、ちょっと待って。食べてる。これは違うよ。お家を食べてます。嘘でしょ。そんなにうまいのか。あのハリボテがあちこちスカスカにしてたの。この食いしん坊。食べ過ぎは腹に悪いぞ。怖い怖い。なんかロボットみたいに動きますわね。あら、背中に、頭の後ろに兄上印のシール。兄上印っていうとオリー印ってことか。はあ、ということはあのハリボテ多分兄上の力で動いてるんですわ。そういうことか。あ、そしたら逆にあのシールが弱点なのかも。そういうこと、オリビア。あそこを狙えばいいんだ。シールを狙って叩けば力が弱まってやっつけられるかもしれません。よし、わかった。行くぞ、あそこを狙ってハンマーでアタックだ。ゆっくり。ハンマーアタック。効いたみたいだぞ、オリビア。なんか泣いてる泣いてる泣いてる。弱くなってる。やばいやばい、来てる来てる来てる。ハリボテクリボーが来てる。うわ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 。なんか紙ペラ出てきました。この野郎この野郎この野郎。やべやべ、また来るのか、この野郎。よっしゃ、うわ、はあ、倒せた。やりましたわ、さすがマリオさん。どんな問題。やはりハリボテ兵はアニメのシールが弱点でしたわね。覚えておくといいかも。確かに、ハリボテ兵を見たらシールを叩く。それでこれからどうするんでしたっけ。ルイジだよ、ルイジ。あ、そうそう、ピーチ城があったところに行くんでしたわね。そうだな、ピーチ城のあったところだ。あそこに見えるのが、そうかしら、いかにもお城の門って感じ。そうだよ、あそこだよ。まだ他にもハリボテ兵がいるかもしれないから気をつけてくださいね。よし、わかった、ハリボテ兵を全部倒そう。よし、とにかくまずはあの S ブロックでセーブだな。セーブ中。とにかく紙っぺらでこのキノピオタウンを直していこう、オリビア。はい。
これは本当にベンチなのかい？うわお、ベンチ。やり、ということは回復できるってわけだね。はあ、休憩休憩、助かるわ。うわ、見て、オリビア、上の方にもわあ、ハリボテ、クリボーがいるよ。タウンにハリボテがいると、なんだか気分が落ち着きませんわ。確かに、ハリボテ兵を全部倒そう。そうすれば、この不気味な音楽ももしかしたらなくなるかもしれない。ほう、あそこに、兵法がいるな。助けに行きましょう。こっちから行けそうだ、行こう。よし、紙ペラで直すぞ。待ってろ、兵法。ビビってんのか？ブルブルしてんな、大丈夫か？話してみよう。キノピオたちがいなくなった後に、あのでっかいハリボテがいきなりやってきたんだぜ。ピーチ城の方でも大きな音がしたし、一体何が起きてるんだ？いや、わからない。とにかく、ハリボテクリボーがこの街を不気味な音楽にさせてるな。わお。なんとかしないと、オリビア。直しながらも行きましょうね。ここにいる人たちも、あのハリボテクリボーにビビってるみたいだから、うん、ハリボテクリボーをどうにかしよう。はい。次回。次回。次回。ということで今回は以上です。この動画が面白かった、また続きが見たいと思った人はグッドボタン押してね。チャンネル登録もよろしくね。他にもたくさん動画があるんで見てください。見てね。それじゃあ次回の動画でまた会おう。バイバイ。バイバイ。にしてもこのベンチいいですわね。ここおしゃれだね。うん。早く平和にしよう。うん。あの辺は